こんにちは、シュです。今回はピエンのゲームやっていこうかなと思います。今ね、 YouTube でねピエンのゲームがね流行ってるっていうか若干話題になってんだよね。多分 YouTube でピエンって調べるとなんかいっぱい動画出される。うわ、めちゃめちゃ目がピエってるね。いや、あ、近づける。すごい、なんかこういうぬいぐるみとか出たら売れそうじゃない。女子高生とかマイメロとかのリラックマとかの代わりにこういうピエンのぬいぐるみつけそう。なんかビレッジヴァンガードとかに置いてそうじゃない。私よくそういうところに置いてあるイメージ。何すればいいんだ、チームメンバー。あ、チーム、おチームピエンを探すんだ。はい、チームピエンね。はあ、なんか鼻水出てる人4人集まると、いや、それチームピエン、うちの子が詐欺に。いや、それチーム自演、矢野お茶うまいよね。いや、それ伊藤園、鳳凰堂、いや、それ平等院。私が今日食べたのは、いや、それモスバー。見て、みんなチームピエンすげえ増えてんだけど、なんか道中にめっちゃチームピエンいて、これ何すればいいの私。てかどれは私本なんだ、あそこ行けて、私本体どれ。多分一番前にいるのが私なのかな。全然操作、この団体が動いてる感じするで、私は操作して、お、ウォールシーナーできたんだけど、何これ。お、これが敵か、なるほどね。お、運ばれてる。おお、かわいい。お前らすげえな、よく、お、チラシ落ちてるよ。よく寝れるね。何これ、タイムトゥーリオット。お、今ね、このゲーム調べたんだけど、このゲームは世界の平和を守るために立ち上がった可愛い獣たちを操作して大都市で暴動を起こすアクションゲーム。この世界では洗脳警察と呼ばれる組織が世界各地の大都市を支配しており、動物たちはその支配を覆すために。なるほどね。要するにあれでしょ、あの警察を倒すんでしょ。おお、すげえ、なんか私もなんか、おお、スライディングできるんだ。あの警察を倒せばいいんだね。進撃の巨人みたいな、この世からあいつらを一匹残さず駆逐してやるみたいな。はいはいはい、駆逐芸で、はい。おお、私強いね、めちゃめちゃ強いわ。お、待って、私 HP やばいわ、不合格だこの塾。すごい、東大合格者0人みたいな。え、ご不合格マーク。待って、私チームピエン探していくわ。うわ、全然、あ、いや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 、見て、ピエンを探すとこの左の私の HP が回復するね。今私の HP11。 うわ、あいつらいるな、どうしよう。何この不合格って、めちゃめちゃ良くないね。嘘でも合格者100人って書いとけ。さあ行きます。よし、 HP11 しかないからね。これ箱投げれないのかな。あ、箱は投げれないんだ。数の暴力でいけるね。こっちはなんか一人一人の、なんだ、いろんなものを拾える。おお、すごい、あれトンタッタ族だっけ、あのワンピースのちっちゃいけど物は拾えるみたいな、そんな感じでしょ。はいはいはい、これ拾ってけよ、とりあえず。拾った、あ、投げるボタンあるんだね。拾ったものを投げる ZR。 待って、これビーム止まる。あ、止まんないんだ。はい。あ、なるほどね。これ投げて、あそこに乗ってる間はあれなんだ、レーザーが飛んでくるみたいだ。あれ、チームペンなんか減ってない。やばい、やばい、これ、こっち側から行こうか。こっち側から行ける？これ何すればクリアなんだろう。なんかあると思うんだよね。うわ、待って、こいつら見つかると、多分、あ、右上になんかあるわ。さあ、あそこ本部だね、おそらく。左上のマップ見る限り。だってこれも投げつけよう、投げつけよう。やーやべ、一人燃えてる。行きます。あれ、待って、全然投げれない、全然投げれない。私たちどこにいる？お、これでウォールマリアを壊してあげるんだ。で、チュートリアルクリアと。こいつが主人公なのかね。いや、なんか口出すとそんなにあれだな。なるほどね。目的地を目指してんだ。で、そこに行けばクリアと。いや、みんなここまで来たね。一人で黙々とやってたね。意外と楽しい。で、ボスまで来たんだよ。で、ボスの前にこの新幹線、ここやろうかな。ちょっと昨日、チームピエン、どこまでレベル上がったかね。ちょっと見せようかなと思います。さあ、来た。いや、出た、不合格。受験生大匹敵。でもなんか新キャラ出たんだけど、見てこれ。これ。何このヒゲ。全然なんか、あんま良くなくない。これは学校のカバンのキーホルダーにつけない。いや、で、見て。結構ね、新キャラが仲間に加わったんだよね。なんで、やっぱ数だね。数の暴力でいかにご利用するか。で、進んでいくうちに、レーザービームとかもあるんだよ。そこをどうやるかだよね。めちゃめちゃそこが鍵になってくる。で、これ左上のマップに、まじ、画面が見づらいな。
この白い粒みたいの、これがそのピエンがいる時だね。私お気に入りピエンだね、これ。このクマちゃん、このクマちゃん可愛いでしょ。でこのギョ、なんかこのギョお前どうやって食べ物食べた、上から食うんだ。さあ行きます。とりあえずまず仲間を集めていこうか。どうする、一回ピエン助けようか。一回ピエン助けます。これ壊せるからね。壊して見てくれ、みんな、ピエンバースト強いでしょピエンバースト。おー危ねえ、魚の丸焼きになったんかと思った。あ、こっちもいるね。さあピエンをどんどん仲間に入れていきます。なんかね、ビルとか、うわ見てこいつ、こいつも一回ピエンバースト入れた方がいいな。ピエンバースト入れて倒します。こいつ強そうでしょ、めちゃめちゃ強い。待て待て、こいつ優先した方がいい。オッケー。で助けの、さあどうするかな、どっちだろう。まあ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 、一回こいつら倒そうか。俺ピエバやるか。ピエバやって、あピエバやるとあのあれなくなんだ、あのどっか飛んでくやつ。はい、いやいやいや、これ行きます。はい、助けます。どうしよう、一回あっちにもピエンいるな。うわーこれレーザーやまないタイプかな。うわー大事、これピエンたち傷つける、こんな可愛い顔してるんだよ。じゃあみんな息止める感じで、一気に行くよ。これで、これで行こう、みんな。一斉のおで、いやーごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、みんな、みんな、本当にごめん。おみってシンクロだって。BT だって。おー、サイかな ?BT。あ、これあれだね。これを壊すと多分。OK、この壊すと、レーザー止まるで。OK、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 OK。さあ、ピエンバースト。うぃー、うわ、うわ、来いよ、来いよ、うぃー。あ、ごめん、全然距離取れ、全然距離取れない。さあ、どうする、あっちにもいるのかな。うわ、仲間いる。さっきの要領で行く、みんな行くよ。一斉ので、はいはいはい、あ、待てよ、一斉ので。これ通れないんだ。みんなあれやってるみたいじゃない、あの、線でこう、なんていうの、沿っていくやつみたいに。いや、これは、待って、失ったものがでかすぎる。この、あれ、いけねえんだ。いや、どうしよう。5ピエンしかいない。5ピエン、これは貫通できるタイプだな。お、ZR。これどうやって壊すんだ?なんかね、この先来るまで、いや、5ピエンでいける?待って、とりあえず、右上の仲間助けます。それしかない。頼む頼む、力を貸して、頼む、よし頼む、このダースベイダーみたいなダース、オッケー。うわ3ピエンになってる、いや2ピエンになってる、いや待って、いける2ピエンで。とりあえず仲間を探そう、仲間。敵は無視、敵は無視、敵は無視。気づかない、バレてない、バレてない。と見て、あっちに仲間いるんだよな、あの白粒マーク。ここは捨てよう。二人だからね、多分、バレる確率が少ないと思うんだけど、少数精鋭、来た!いや、熱いでしょ!で、こっちに、あれ、こっちかな?うわ、張り付いてる!これ確か人数いれば壊せるんだよね、この。うわ、見てこれ、ドクロマークあるから、ここやんないといけないとこだ。我々、6ピエンでいける?でもやるしかねえ。この男たちの顔見てくれみんな、行こういやお前すごいな口あった場所にそのゴミ袋をスポッターはって息できなさ、一人一人やってっか。おいおい、よいでいでいで、お前ずるいぞ、頼む頼む、なんか起きて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 だよね。ちょ、あのあそこのビーム食らったのが良くない。さあ皆さん、だいぶ生存者残してのドクロマーク。あ、待って、ピエンバーストやるわ。ピエバやってから行く。ピエバね、大人数を巻き込む。いや、この黒いの強いんだよな、多分。やばい、やばい。待って、我々人類の存亡をかけている。4ピエンしかいない。こんなに、こんなに可愛いピエンたちが、うーわ、うわ、どうしよう。多分ピエバのタイミングだよね。ピエバをどう使うかがすごい大事。あれ、ここから帰れないんだ。お、ワンチャール、ワンチャール、いや、ワンチャールでしょこれ。拾って、うわ、泣き殻重い、重すぎる。
で、うわーどうしよう。これ PM は10人いないとできないんだよね、 PM バースト。さあ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 、いや10人いる、10人でいける、あいつら。とりあえずこれ壊します。物投げれんだよ。一回あいつ当ててみる。よし、ピエバピエバ頼む、勝負をかけたピエバースト。いたいたいた、しゃー、やって今絶対誰もが思った、人類誰もが無理だと思った。いや今よくいけたね。さあ来たボス、絶ボス。この絶ボスは絶って名前のボスなのかな、なんか難しいとかよくつかない、絶地獄級みたいな。おいきなり、いきなり、はっ、待て待て待て、とりあえず私左上のマップ見てるからね、左上マップで白いの集めてる。いきなりボス、あ30人であれビル壊せるんだ。みんなまだやばい、なんかあるな。これビル壊してみるよ、ほらこんな感じ。待て、とりあえず仲間集めてく。さあ全員揃ったね、左上の白マーク。さあまだ本体見てない、どんな感じ。くそ邪魔くせえお前ら、やばい。さあこれどうやって攻撃すんの、ダメージ取ってる感じはないです。投げるのか、ダメだな、攻略法が分からない。分かった、ピエンバーストじゃない。あダメだ、ピエンバーストやっても何も起きない。あこれ拾う、あ来た、これをぶつけるんだ、なるほどなるほど、これをぶつけるんだ、分かった分かった分かった。あいつ自身がやった、なんだっけ、最大の自分は敵にありみたいな、あいや、あの雷影みたいな感じで、三代目雷影だっけ、最強の矛と盾、今度例え分かる人いるかな。はい来た、でひ、あ拾えない、あ不良品が中に紛れてるんだ。で不良品を当てると、多分今3、お、なんだ、あこれで私たちはこの古物が生きるんだ。はい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 、なんかピクミンみたいじゃん若干。でまた待つと、やばいやばいやばい、ミサイルの量が激しい、しかもなんか一人敵兵紛れてる。お前ごめんちょフルボッコにするわ、じゃごめんね。はい、やばい、ピエンたちアイテム持って、アイテム回収回収して、はい回収成功。あやばっ、これ間に合うかな。いやーやっぱそうだよね、時間制限で爆発するんだもんね。ごめん、君たちは相手にならない。君たち、あったあったあった。君たち構ってる暇はない。はい、これ取って、これどこでも当てればいいってわけじゃないのかな。あー、なるほど。すげえ。めっちゃ黒くなった。あ、多分この中に敵兵が紛れてるんだ。で、当てると。あれ？あ、敵にロックオンされちゃうのかな。敵をいないうちにこう。なるほど、なるほど。で、いや、あと一発！来た！いやでも新幹線マジ難しかったわ。こっちの方が、なんだ、まだあんの？ん？何すればいいんだ、私。ああ、終わり。ああ、絶ボスクリア、やった！いや、ボスにしたら弱かった。お、なんか新キャラいたっけ？ポッチなんていた？なんか全然知らなかった。お、見て、東京渡る、次パリになったね。終わります。バイバイ。